の場所これ聞いてるんだろう。うん。いや、買わないの。3GS。毎月100もこんなもんなんで払わねえあかんの、ね、よ。ケーブルもない家で。ケーブル？テレビのケーブルもない家。ああ、それは君が佐藤さんに貧乏症なだけでやって。ね、まああれはあの国策だから。国策についていくの、ついていかないのは非国民だからね。いっぱい見たよ、非国民。非国民、いっぱいいるね。いたのね。あの、ラスニーズとか、ヨゴヨゴのおじいちゃんとか。いるね。そういうのでいっぱいでした。そう、確かに。君たちなんか、ここの店今まで来たことないでしょっていうような人たちがいっぱいいるもんね。うろうろと。しかもなんか、でっかいアプリケーションフォーム書いてるのね。なんでわざわざそんなの書かなきゃって、あれがクーポンなの。40ドルですか。まあでかいけどね。ディスティバイスはでも50ドルそうですよね。じゃあ10ドルだけ払わなきゃなんだけど、まあね、だったらまあ、そうだね、買い替え、それでやっぱ返しに来てる人も多いんで。はいはいはい、はい、だってアンテナがないんだもん。ああそう、アンテナの HD ケーブル、HD のアンテナを置かなきゃなんないんだよね。そう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 。でもアンテナ10ドルじゃん。それで入るとこならね、いいんですけど、ね。ああ、入らっしゃらない。いや、ほら、まだやってないからね。たどり着いてないからね。今週ほら、テレビね、買いに行くからね。はいはいはい。買うんだ、もう決定なんだ。もう旦那はもうそろそろ待ちきれないって感じで、耐えられん。こうもテレビのない世界耐えられなくて、検査症状が出てきてるんで、私も早く買い与えないと、もう暴れるから。テレビない生活ね。何時にテレビ消すの？何時にテレビ消すの？もういつもつけっぱなしですよ、私。寝てるとき起きてきてるの？テレビちゃんと消します。つけっぱなしって家帰ってきたらもう。まずつける。靴脱いでテレビつけて。垂れ流し。垂れ流しですか。すごいうるさいとかって感じだね。いや、私はうるさいですよ。私の PC はテレビの真横にあるから、テレビ見ないんですよ、私。でも旦那はこういう感じになってるな、こういう感じでカラフルやってるな。要はあのその PC をうちと一緒だ、テレビにつないでるから。で映画見てます。テレビつなげてる。テレビつなげてる？あの、デュアルにして、ネットフレックス見てる。オンライン。インスタントウォッチってあるじゃないですか。借りなくても。モニター、え、モニターもあるんですよ。コンピューター何台持ってるの？今2台しかないですよ。モニターとテレビいくつあるの？モニターアナログの、こんなでかいやつでしょ。テレビはでも、まあ、25分の1ちっちゃいよ。昔のテレビ料とか思い出すね。あれが欲しくてたまんなかったけどね。そうか、買わなかったんだ、その時は。あ、いや、姉が買ってたけどね。姉が買ってたんで、別に僕はいらないな。そうだよね。あ、すぐ Wii のね、マリオブラザーズが出るの。いや、だからあのできない人うん、勝手に進めてくれるという。もう本当、あ、これ見た？スカタブログ。本末転倒。何なんですかこれは？猫とガジェットの。あ、これはもう、はい、いいよね。いいよね。あ、これ、え、ずっと知ってる？いやいや、全然私はチェキしてないんで。そう。ありがたいですよ。猫のこのね、はい、文章が絶妙ね。絶妙、本当ね。もうこのガジェットのなんか誰も気にしないような話に最後に猫をつけるだけでこんだけ楽しくなるっていうね。ぜひ。あの、最近流行りに。そう。いつもこの右手を出してる。例えば私昨日夢の中で、あの、子猫と子ウサギを拾いまして、大量に。うん、一匹あの田村さんにあげようかな。おお、くださいよ。夢の中でね。夢の中でくれね。まあ、いっか。毎回で終わったんだ。終わりましたね。毎回というのは、まあ、あいつは気になんねえやっていう。いや、あの、
持ってくのもめんどくせえやん。いや、かわいいから。あげたくないなって。ああ、そういうことなんだ。夢の中で、ね、大満足、大興奮してましたよ。君の野菜を非常に、こちらへ。You fix their Kenji Takashi. I call him, call him twice, left a message, then they will call me back. Okay, great. Because I need to talk to him, and I left him love off or something. Okay, well, at least somebody taking care of him. Yeah. あれ、なんかね、今非常に、あ、そうそうそう。昨日野菜提供行ってさ、戻ってきたから。戻って、僕バイトしてきたからさ。で、最後に、箱がいっぱい残ったんさ、箱っていうか、まあそのまだ野菜入ってた、それあげるよって言われて、すごいいっぱいになっちゃったから、これマミさんにあげなきゃって思って、でめんどくさかったのやっぱりね。いや俺はね、気持ちはあったのは分かったから、あでもね、あそこでね、君の電話番号が僕の、ね、個人の携帯の中にね、入ってればよかったんだ。KDDI フォンね、ほらデータ消し変えられちゃったから君のは入ってないんだよ。じゃあ子供が待てよ、待てよ、待てよ、これね、でも、まあ、電話番号凍ってないですよね、ちょっと待った、今この他の人が多すぎてね、田村さんまで届かないんですよね、あ、そうなんだ、田村さん、あ、これに映ってて、これに映ってて、あと俺のこれ携帯忘れたのかな、これ今あのポッドキャスト中だから電話番号言ったら全世界に行くのは、行くのは、さあ、じゃあこのぐらいに。